東京に行くじゃ。おめえ岡山で就職先も決まっとらんのに何ちまけたこと言うんなら。金はどねえすんな。生活は仕送りやこせんけえの。そねえな、バイトでも何でもすりゃ自分でどねえでもなら。バイトじゃ、一人で生活したこともねえのになめとんじゃ。お父さんも勇気も落ち着かれ。お兄ちゃん何とかして。おじゃけん言うたんじゃ、デザイン学校行ったって将来何の役にも立たんて。どこでもいいけん大学ちゃんと出ときゃよかったんじゃ。何の目的もの大学行くよりやりてえことを勉強したかったんじゃ。ちゃげろ。たったいま、何の目的もの大学行くよりもとが帰ってきました。おめえは黙っとれ。お腹すいた。落ち着いてよく考えて。もうええ、出てっけ。おお、出てけ。稼げるようになるまで家で飯は食わさんけえの。ちょ、お父さん。ゆうき、こうして俺は家を出た。これはありふれた家族のどこにでもある話。こんにちは。予約した宮代ですが。いらっしゃいませ、どうぞこちらに。はい、はあ、すごいね、こうなってんだ。初めまして、須藤です。助手の山中です。よろしくお願いします。お願いします。どうぞ。はい、早速ですが指輪を拝見できますか。はい、はい、これなんですけど。失礼します。はい。傷もなく状態もいいですし、これならリフォームできますね。はあ、よかった。わお、クラシカルな指輪、素敵ですね。これは大切に保管されてましたね。素敵。お客さんのだから。お茶です。失礼しました。パートナーの奏です。こんにちは。ええ、これ思い出のある指輪。はい、こちらが私の母の遺品で。これが私の母の婚約指輪です。ああ、そうなんですか。それでどのようなリフォームをご希望でしょうか。縦爪は最近では流行りませんし、シンプルなファッションリングにリメイクするとか。私はなるべく普段使いできるものにしたいと思ってるんですが。ではそれぞれの石をペンダントに作り変えるというのもありですね。それならその日の服装に合わせて付け替えて楽しめるし、ペンダントか、いいね。うん、あ、でも大切な指輪のリフォームです。どうぞ何でもおっしゃってください。はい、実は僕も妻も割と早いうちに両親を亡くしてまして、入籍した時にはどちらの親もいなかったんです。だからというわけでもないんですが、結婚式も挙げてないし、両家の顔合わせとか結納とかそのようなことも一切やってなくて。それは寂しいね。それでこの私の母の指輪と妻のお母さんの指輪を一つにするっていうのはどうかと思って。ちょうどエメラルドは妻の誕生石で、このダイヤモンドと並ぶようなデザインというのはできないでしょうか。指輪の顔合わせ。そう、お互いの両親の思い出を一つの指輪に。どうかな。何その素晴らしいアイディア。わかりました。両家が並ぶような指輪のデザインを
考えてみますね。ありがとうございます。どうしたの？どうしました？ごめんなさい、この人がそんなこと言ってくれるだなんて思わなかったから、嬉しくて。ありがとう。お疲れ様。お疲れ様です。ああ、それにしてもさ、今日来たあの夫婦なんかほっこりしたよね。うん、そういえば母の婚約指輪ってどんなだったかな。父との馴れ初めも知らないな。ゆうひくんは？もう聞いたことないですね。馴れ初めどころか、両親がどこの学校に行ってどんな子供時代を過ごしたとか、どうして今の職に就いてるとか、なんも聞いてこなかったな。親ってね、子供のことは何でも知っておきたいけど、自分のことは二の次。うちの子なんて私の好き嫌いも知らないかも。確かに親の好き嫌いって意識したことないかも。好きなものはなんとなくわかるけど、嫌いなものってなんだろう。エリカちゃん、はい、この間出してくれた金柑の甘露煮、 あれうまかったな。まだある？これですね。そう。何これ？それね、金柑の皮ごと蜂蜜で漬けた甘露煮です。毛汁が喉にいいんですよ。いいんですよ。うちの親、こういうのとか、あと野菜とか果物とか、そういうの食べられないよって量を送ってくるんです。お世話になった人と配りなさいって。よかった、かなでさんもどうぞ。やった、ありがとう。宝石みたいに綺麗だね。いただきます。いただきます。お母さんの愛情で煮込んでんだから、美味しいわけだな。美味しい。そういえば川村さ ん、 ん、娘さんの結婚式はもう終わったの？おかげさまで選手無事に送り出しました。いや、男で一つでもなんとか育ってくれるもんだな。ずっと寂しい思いをさせてきたと思ってたけど、式の最後にあいつ手紙読んでくれてさ。なんて？お父さんがいてくれたから、すべての時間が幸せでした。そりゃこっちのセリフだって。嫁に会いたくなくなるよな。素敵なお嬢さんに育てたのね。うん、お疲れ様でした。ありがとう。今度は私から何か送ってみようかな。いや、まだ大学生だろ。そんな余計な金使うなって怒られるぞ。電話しなさい。声が聞けるだけで十分幸せなんだから。でもたまには帰ったら、会える時にもっと会っとけばよかったなぁなんて思う時が来るかもしれないわよ。はい。ゆうき、母さん、これ持っていかれ。ええよ、いらんけ。ええから持っとかれ。住むところが決まったら連絡せられんよ。メールでもええけ、どんな用事でも構わんけ。たまには電話してこられ。大丈夫？しっかりメール見て。おー
向かい、ありがとね。あ、別にええよ、帰り道じゃけ。標準語じゃが、おめえ東京にかぶれたな。そう、危ないって、前見て。まあ実は千葉に住んでますけど。は？千葉やこ東京の一部じゃねえんか。まあ俺も昔はそう思ってたけどな。はあ。なんしょ、はよ入れ。わしも車止めてから行くけ。まあちょっと親子水入らずでもしよられ。ただいま。ゆうき、ちょ、どうしたん突然。帰るんじゃったら連絡くれる、駅まで迎えに行ったのに。大丈夫、翼に送ってもらった。そう、翼ちゃんは車置いてくれて。コーヒー飲む？うん。ああ、翼の分もね。分かった。初めまして、舞さんと同じ大学の高橋翔です。ああ、どうも。お父さん、こんにちは。お父さん、私あるけ、座っとかれ。うん、大丈夫よ。お父ちゃん、ゆうちゃん帰っとんじゃって。りえちゃん、あげられ。お邪魔しまーす。おお、久しぶりです。おお、ゆうきくん、久しぶりじゃな。え、なんか雰囲気変わったんじゃねえか。こいつ東京にかぶれとろ。え、おめえも少しは見習うとこいいんじゃねえか。なんよ、気持ち悪いわ。翼から聞いたけ、これな、洋さん作ったけ、食べて。うわー。こら、はい。うん、うん。いつもごちそうさま。こちらこそ、しょっちゅう翼がお邪魔して。今日はうちで食べて。うん。いやかでほか楽しいけ。しょうちゃんも食べていかれ。ありがとうございます、お母さん。ただいまー。おかえりー。でれー、にぎやかじゃん。おお、どねしたん、ゆき、帰っとったんか。おかえり、お邪魔します。お、はい、こんにちは、お兄さん。おあー、ケーキ買うてきたけど、4つしかねえわ。あー、大丈夫、わし遠慮するけ。うん、にしても足りんけどな。ゆうに、お土産とか買うてね。足りんわ。東京バナナとかさ。おぉ、忘れた。気が利かわにやな。いや、急に思い立ったからさ。まあ、次は買ってくるよ、東京バナナ。本当？うん、なんか限定のやつ。限定のがあるん？え、東京ってバナナが有名なの？さすがヒートアイランドじゃな。なんやで、日本のバナナはほとんどがフィリピン産で。あれか、あれは高いんか、やっぱり。何が？じゃけ、その虎屋の羊羹はやっぱり。あれは結構いいお値段するんだよな。食べたことねえわ。そねえなことはねえわ。うちだって食べたことあるで。そうじゃった。うん、
なあ、羊羹なんて小豆寒天で固めとるだけなんで、それ高いんです。もうトラヤいうブランドに金を払うよんじゃねえか。次は買ってくるよ。買えるんじゃ、トラヤの羊羹。兄ちゃんよう稼ぎよるんじゃな。それぐらい買えるわ。あれか、あれはうまいこといけんか。じゃけそのジュエリーインストライクなんちゃらいう仕事は。ジュエリーメイキングインストラクターだよ。え、それなんなん、覚えづれ職業名。何しょる人。アクセサリーを制作してデザインしたり、ジュエリーリフォームもするんじゃって。うん、まあまだアシスタントだけどぼちぼちやってるよ。どねしてデザイン考えるん。まずは相手の希望を聞いて、それから好みをリサーチしたり、つけてる人のファッションを観察したり。プレゼントの場合は送る人の思いを乗せたデザインを一生懸命考える。一生の思い出に残るようなものを作りたいからね。人を思いやる気持ちがねえとできん仕事じゃな。まあ、役者になりてえとか芸人になるゆえりゃ希望がありそうじゃけど技術とセンスで仕事を取らにゃあおえんけ、一人立ちしてからも厳しいぜ。焦らず頑張りゃええが。ほんならわしらの結婚指輪も有人に頼んだ方がええんかの。ねえお父さん。見てみてえわ、勇気のデザインしたアクセサリー。ほんなら私はアクアマリンでええわ。おめえがもろてどうすんの。何よ、お父ちゃんが買うてくれるんじゃろ。のう、ゆき、今回はゆっくりしていけるか。うん、せっかくだし2、3日してこうかと思って。おじいちゃんとおばあちゃんにも会いたいし。おか、じゃな、二人ともおめえに会いたがってっとけ、顔見せてこられ。ここに帰ってくるのにごめんなさいという言葉も、東京での成功も必要なかった。おじいちゃん、おばあちゃん。おばあちゃん、おばあちゃん、いらっしゃい。久しぶり。さ、上がれ上がれ。じゃあ、お邪魔します。お父さん、ゆうちゃんで。ようよう帰ってきたの、ゆうき。おじいちゃんとおばあちゃんにも心配かけちゃって。なんも心配やこうしょうらん。親子喧嘩やこうようあることじゃ。あんたのお父さんも、あんたくらいの頃には、でーれおじいちゃんに反発しちゃったわ。お父さんが。ああ、親父みたいにならん。よく、よったの。そうなんだ。わしにも親父がおったけの、あいつの気持ちもわかるけど、いとうなる。言わにゃおえん。親っちゅうのは理不尽な生き物なんじゃ。懐かしいわね。我が子の心配ができるちゅうのは親にとっては幸せなことじゃけんね。今となっては愛おしい思い出じゃわ。たけしのやつざまあ見るじゃ。やっと親の気持ちっちゅうもんが分かったんじゃねえか。あ、そうそう、お母さんの具合どう、検査したんじゃろ。え、何。この間精密検査したんじゃろ。なんや、ゆうき、聞いとらんのか。なんで連絡くれなかったんだよ。なあ、結果が分かるまでゆうきには知らせるなって。で、どうだったの、検査結果は明日じゃ。
俺帰ってこようかな。こっちに、こっちでなんか仕事見つけて。なんかってなんな、親を出戻る言い訳にすんじゃねえ。そういうわけじゃ。ほんならどういうことなら、4年前のあれは何じゃったんな。わがまま言うて親を困らせたかっただけか。え、そういうわけ。数年ぶりに再会した親が思うとったより小さく見えてビビったんか。弟にこんなこと言うんはクソ恥ずかしいけど、俺あん時覚悟して家出たおめえの後ろ姿見とったら、なんか嬉しかったんよ。ワクワクした。ついにこの日が来たんかって。将来性がねえちゅうて反対されても自分が望む道を進む決意や。こう、親父はそんなんただの若さじゃ思うとったかもしれんけど、なんぼじゃろうができんやつにはできんし、俺はやらん。それにおめえは分かっとらんみてえじゃけど、アシスタントじゃろうがなんじゃろうが好きなことを仕事にできんのは奇跡に近いことじゃけえな。とにかく母さんの検査結果どねえでも、明日おめえは東京に戻れ。応援しょうる親の思いを今さら踏みにじるような親不孝はすな。こっちは昨日の煮物の残りじゃけ、帰ったらすぐに冷蔵庫に入れられ、うん、分かったそれからもう分かったよ、新幹線に送れるかお父さん、最近運転危なっかしいけ気をつけてくださいよ。何が危なっかしいじゃん、ゴールドじゃけな大丈夫だよ。ほんなら行ってきます。行ってらっしゃい。ああ、いいんで、うん、母さんのこと連絡せんで悪かったの。のう、ゆき。何？母さんのことじゃけど。おはようございます。おはよう。おはようさん。あの、真央さん。何？ここ使わせてもらってもいいですか？
この度はご注文ありがとうございました。出来上がりましたのでお届けに参りました。どうぞ。俺か。何？まあ、あれじゃ、ほら、これ。いや、お父さん、こういうのはもっとおしゃれなレストランとかでさ。え、カローが。いや、開けてみ。しょうがないな。貸して。ご結婚35周年、おめでとうございます。山中武史様より記念の指輪をご注文いただきましたのでデザインいたしました。デレーナ、すごい。ほら、父さん、舐めてあげられ。そんなのいいんじゃん。ってことはない。てか、なんでここでここ玄関で。やだ、お母さん、こんな格好で知っとったら間に来やくれ。はい、ほら、はよ。はい、限定だぜ、もう。おい、入ってよかった。なんそれ。ありがとう。お父さん、ありがとう。